U-515 は、ドイツ海軍が、かつて運用した u ボートナインク型潜水艦。6度の懲海任務において23隻を、撃沈2隻に壊滅的な損傷を与え、さらに2隻に損傷を与えた。U-515 は1941年5月8日に、ハンブルクのホバルツベルケに適行され、1941年12月2日に浸水。 1942年2月21日に、ベルナー変形注意識下にて収益した。U-515 は収益後、第4潜水隊軍に配属し、5月上旬に訓練を実施した。1942年8月31日まで、第4潜水隊軍に所属し、その後第10潜水隊軍に加わって、作戦を行った。 U-515 は1942年9月8日にシュチェチンを離れ燃料補給のためキールに停泊した。9月11日にキールを出港し紹介任務につきその間に9隻の船を沈め1隻に損傷を与えた。U-515 は10月20日に占領下のフランスにあるロリアンに戻った。u 百十五は十一月七日にロリアンを離れ 二回目の紹介を行った。アフリカの海岸に沿って航行している間、11月11日の夜に英国の停泊船を攻撃し、その後英国の駆逐艦より爆雷を投下された。12月6日には大西洋中部にて客船 SS セラミックを沈没した。U-515 はアゾレス諸島を約1週間紹介し、 1943年1月5日または6日にロリアンに戻った。軽微な修理が行われ、1943年2月20日にロリアンを離れて3回目の紹介を行った。U-515 は3月4日にアゾレス諸島の北西約335マイルにて、イギリスの貨物船 SS カリフォルニアスターを沈め、3月9日に西アフリカの海岸沖で、 フランスの貨物船バマコを沈めた。4月29日、U ボートは航空機カタリナに攻撃された。U-515 は2 0ト、mm、ルの対空砲で応戦したが、撃墜はできず、カタリナによる損害も受けなかった。攻撃後は再び先行し、4月30日と5月1日の夜の12時間の間に U-515 は、 フリータウン半島沖の護送船団 TS37 を攻撃し、7隻を沈めた。護送船団 TS37 への攻撃の数日後、U-515 には U-460 から燃料と魚雷が補給された。U-515 は紹介を続け、5月9日にノルウェーの貨物船コーンビルを沈めた。 U-515 は3回目の出撃を完了し、6月23日にロリアンに戻った。U-515 はこれまでの紹介における功績が認められ、すべての乗組員に長期休暇が与えられ、多くの乗組員が二級鉄十字章を授与された。ロリアンでは大規模な修理と改装が行われ、環境の後部に2 0ト、mm、ル対空砲と3 7トル高射砲を、 装備した。また、4つの G7S ソナー誘導方式魚雷を搭載した。U-515 は8月29日にロリアンを離れ、アフリカの西海岸を紹介した。約1週間後にアゾレス諸島の海域にて、護送船団を発見、攻撃を開始したが、護衛艦に探知され、爆雷を受けた。損傷を負った。 U-515 は修理のために基地に戻ることを余儀なくされ、9月12日にロリアンに帰港した。修理には6週間かかり、10月下旬に完了した。1943年11月1日、U-515 はロリアンを出発し、サンナゼールに立ち寄って2つの g 7 s 魚雷を完走した。U-515 は11月9日にサンナゼール。 を出港し、アゾレス諸島とポルトガル沿岸の紹介を開始した。U-515 は11月18日の朝に5層船団を発見するが、航空機に捕捉される。潜水するも、駆逐艦によって探知され、3隻の駆逐艦による爆雷を受け大きな被害を被った。メインバラストと予備オイルタンクが破裂し、いくつかのバッテリー、電子機器及び 前方水上翼モーターも損傷した。U-515 は爆雷を受けながらも護衛の一隻である HMS チャンティクリアを乱撃し、修理不可能な損傷を与えた。さらに爆雷は続き、U-515 が浮上できた頃には酸素切れ寸前であった。甚大な被害にもかかわらず、乗組員は会場で修理を行うことを決定し、11月22日に、 完了した。U-515 はアフリカの西海岸を紹介し、12月17日にイギリスの貨物船、キングスウッドを撃沈し、2日には別のイギリス貨物船、フェムスを沈めた。さらに12月24日にイギリスの貨物船メガボルト、ドゥマナを沈め、1944年1月16日にロリアンに寄港した。 シズム U-515U-515 は新しいバッテリーの取り付けなど大規模な修理が行われた。修理は3月下旬までに完了し30日にロリアンを出港した。1944年4月8日 U-515 は艦載機を発見し潜水した。1時間後に浮上すると別の航空機に攻撃されるが爆撃は命中しなかった。 4月9日、U-515 は、マデーラ諸島の北で、駆逐艦、ポープ、ピルスベリー、シャトレイン、フラハーティに攻撃された。浸水と、深度制御の喪失により、U ボートは海上に追いやられ、TBF アベンジャー及び F4 階ワイルドキャットの、ロケット弾及び銃撃によって沈められた。U-515 の乗組員のうち16名が、 死亡したが、44名は生き延びた。生存者は、駆逐艦に捕らえられ、後に、空母がダルカナルに移送された。U-515 の指揮官であるベルナー・ヘンケは、生存者の一人であった。1944年6月の後半、捕虜として拘束されている間、バージニア州フォートハントにある、アメリカ軍情報施設から逃走を図り射殺された。 U-515 は4つのウルフバックに参加した。ありがとうございます。